平野紫仕様の広告、なぜ他のアーティストとは一線を画すのか衝撃の成功の秘密。新しい広告キャンペーンが、サントリーの新商品、緑人ソーダの顔として、人気ユニットナンバーアンダーラインアイのメンバーである平野紫仕様をフィーチャーし、話題となっています。このキャンペーンは、単なる商品広告を超えて、コミュニティ全体に新しい刺激をもたらしています。平野紫仕様の登場は、都市のランドマークになり、 大きな緑人相談を手にした姿勢は、通行人やファンに驚きと喜びをもたらしました。サントリーは平野市業を新商品の顔に選ぶことで、ブランドへの注目度を一段と高め、市場に新たな風を吹き込んでいます。この広告キャンペーンは、若い世代に向けて新商品を紹介し、商品のイメージを一層引き立てる役割を果たしています。 平野紫仕様の魅力的な姿勢とパフォーマンスは、商品の広告効果を高め、ファンたちはその存在感に興奮しています。さらに、ナンバーアンダーラインアイの公式ツイッターを通じて、平野紫仕様の活動や広告の裏側に関する情報がファンと共有され、コミュニケーションが一層深まっています。平野紫仕様自身も広告に登場することに対して感謝のコメントを述べ、ファンとの期待感を共有しています。 新しい広告キャンペーンは、ヒラノ仕様のファンだけでなく、彼の魅力を初めて知る人々にも注目されています。サントリーはこれを機に商品の売上向上やブランドの認知度を拡大し、ヒラノ仕様の存在がその実現に一役買っていることは明らかです。ヒラノ仕様の新しい広告出演は、単なる商品広告以上になりつつあります。ファンとのつながりを深め、彼のファンベースを広げる重要な一瞬となっています。 この新たなチャレンジが彼のキャリアに新しい風を吹き込むことを期待しています。広告代理店関係者によれば、サントリーは過去にも大物アーティストとのコラボレーションで成功を収めており、その中でも注目すべきはスマップの解散後、草豪や香取慎吾、稲垣五郎を CM に起用したことです。この斬新なアプローチが新しい可能性を切り開き、サントリーはアーティストとのコラボレーションを通じてブランドのイメージを一新し、 広告の世界に新しい風を吹き込んでいます。平野仕様の CM 出演は、これまでの成功例に続くものとして、ファンや広告業界から高い期待を受けています。サントリーはアーティストとの共演において、独自の視点と勇気を持ち、新しい流れを生み出してきた企業であり、今後もその継続的な取り組みが平野仕様との共演を通じて、どのような新しい局面を切り開くか、ますます注目が集まっています。一方で、 所属事務所の問題に直面する中、スマップ以降を苦戦しているスマイルアップ所属タレントたちに対し、平野市要は新しい可能性を切り開いています。彼の広告出演は、ファンとのつながりを深め、新しいチャレンジの第一歩となっています。これからも彼の活動に期待し、新たな成功と躍進が訪れることを願っています。